心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は HSP と不安障害は違いますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は HSP と不安障害は違いますかというご質問です。答えとしては類似点は多い、しかし一部違いありというふうにお答えします。まずこの HSP ですけども、これは英語ではハイリーセンシティブパーソンと言いまして、日本語にするととても敏感な人、また日本では別名として繊細さんという呼び方をされることもあります。この HSP とは見ていくと、これはとても敏感な人を表す心理学用語になりまして、心理学者アーロン博士が提唱したものになります。どのぐらいの方が該当するかというと、10から20%という説もあって、医学用語ではないというところ、心理学用語ですので、実際具体的な数に関しては不明確、諸説あるところがあります。一方、不安障害とはですけれども、これは強い不安や緊張が続いて生活に影響する疾患になります。不安の出方や場面などから細かく分類されます。一方で、メカニズムや治療、対策に関しては共通点が多いところがあります。不安障害の代表例を見ていきますと、まずは、社会不安障害、これは対人的な不安になります。あとはパニック障害、強い不安の発作、パニック発作を起こします。続いては全発性不安障害、慢性的な様々なものに対する不安になります。もう一つは強迫性障害、これは強迫観念、確認行為などが目立つものになります。ここで HSP と不安障害は共通点が多いというところです。 HSP の症状を今一度振り返ると、まずは非常に敏感で不安や緊張を感じやすいというのが一つあります。そしてその延長でいろんなことを先回りして深く考えすぎてしまうという特性が言われます。その結果疲弊、疲れ切ってしまって結果心身の不調が出やすいというところが言われます。これらの症状は実はいずれも不安障害と非常に概ね共通しているところがあります。もう一方、不安障害の症状を見ていきますと、不安や緊張が続いていろんなことに敏感になるというところがあります。そして覚醒しすぎて考えすぎやすいというところが言われます。その結果、なかなか気持ちが休まらず眠れないなど、さまざまな不調が出やすいというところがあります。これも概ねいずれも HSP と共通しているところがあります。双方共通しているところがあります。ただし一部違う面もあるというのを見ていきます。まずは不安障害は後天性もあるというところ。不安障害ですと、これは生まれながらも不安緊張というところでも不安障害になり得るところがありますし、一方である出来事があってから不安が強くなって続いているという場合、もう一つは原因は特にわからないけれども、ある時期から不安になった、これ脳の不調が示唆されますけれども、これら3つとも不安障害に分類されます。これ違いの一つ目としては、 HSP は生来生まれながらのものというところです。不安障害ですと、この生来生まれながらであっても後天的にいろいろあったり脳の不調があったとしても全て該当するんですけれども、HSP だと生まれながら生来のものというふうに限定されます。この点においては不安障害よりも HSP の方が範囲が狭いというところが言えます。これ参考として、いわゆる不安神経症というのがあります。これ日本で使われるんですけども、生まれながらに不安緊張が強い生来の不安障害的なところがあります。これに関して言うと、不安障害よりもより HSP と合致する点が多いというところがあります。違いの2つ目としては、 HSP の一部に感覚過敏があるというところです。これを少し詳しく見ていきますと、発達障害 ASD、ADHD の症状で、いわゆる感覚がすごい敏感になる感覚過敏というのが出ることがあります。この範囲が特に広い場合に関して、HSP の過敏性と一致する、非常に似るという場合が少なからずあります。ただ、いわゆる HSP 的な過剰適応、周りに合わせすぎるみたいなところに関しては、この発達障害だとむしろ逆のことも多いというところの違いがあります。3つ目は、治療の方向性の違いというところです。不安障害の主な治療、共通しているところを見ると、まずは抗うつ薬、SSRI という薬を使うことが多いです。そして不安にならす、いわゆる脱患者法というのを使います。この2つが柱とされます。ただこれ、HSP だと少し修正が必要なことが多いです。まず、生まれながらというところになってくると、先ほどの SSRI、効く場合もあるんですけれども、臨床的にもちょっと効きにくい印象があります。そして、脱患者、これは可能ではあるんですけれども、過度に強くやりすぎてしまうと HSP 敏感ですから、逆効果になってしまうことも多いので、そこは注意してやる必要があります。なので生来からという HSP 的な特性があった場合は、より環境を調整したり休養確保したり、周りから固めていくような方法を重視する傾向があります。今回はご質問、 HSP と不安障害は違いますかについて見てきました。 HSP と不安障害は
症状や生活面の困難といったところなどに関して共通しているところは非常に多いです。ただし不安障害には生来でないある時期からというものも含まれまして、逆に HSP には一部発達障害由来の感覚過敏も含まれる、その点の違いがあります。これらがあって治療においても生来の HSP 的な場合に関しては環境調整や休養確保など外側から対策することが多くなってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。